嘘を毎日描いてる屋根裏ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら。私はライザ・リンシュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘。そんな私は今日も今日とて屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために。歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うから、つい私麦じゃなくて人間だよって答えて。分かってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味が分かりそうな図入りの本があったんだ。分かってるよ。また、せっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。おいタオ、せっかくの本が汚れてるじゃねえか。うん、来る途中ボーストランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな。
村の奴らはそりゃ誰も逆らえねえよ。こんな話、今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。し、怒るライザに触るな。島の外といえば、よそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か。私たちも行ってみようか。その商人の到着を私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ。今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。島の外への。なんか火がついちまったな。こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て。船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあ、だらだら話してる暇も惜しい。冒険を決行するよ。待ちなさいライザー、またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。お母さん。まだ何もしてないよ。それじゃね、レントタオも早く。失礼します。します。こら、たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。
コップね、コップね、コップねがあれば対岸まではひとっ飛び。簡単に言うけど分かってんのか？小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ。特にアガーテ姉さんにだけは絶対に見つからないようにしないと。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とかうるさいのなんの。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす一環か。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい、まずいよ。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だ。島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。こうなったら奥の手を使うしかないわね。奥の手？もう諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。私の丸損じゃない。どういう理屈だよ。こっちよ二人とも。アガーテ姉さんに見つからないようこっそり急いで。どこへ行くのさ。この前家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。いいから早く。どう？我が秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。
ああ、あるにはあるな。ずいぶんとボロっちいのだ。なるほど、それで最初こんなオンボロで本当に対岸まで渡れるの？途中で沈みそう。つうかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使ってる場所じゃねえか。だから小舟も最低限のオンボロしかないんだ。ああもう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。今行くと決めなきゃ何も始まらないでしょ。まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。村の連中が近づかない場所に挑んだり、街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし絶対ダメだよ。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだって行けたら面白そうじゃない？でしょレント。ああ冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。それが俺の夢だ。ああレントまで燃え上がっちゃった。これは僕も行くしかないのかな。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へいざ出発。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。噂の商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうするんだ。来るまでここで隠れて待ってるか。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険だってどこに行けばいいんだよ。このままそれもいいけど守り手の誰かと鉢合わせになってお母さんにバレる可能性が。あそこから森に入れそうじゃない。行ってみようよ。Thank you.
確か小妖精の森とか言ったっけか。まあ初めての冒険にはおあつらい向きかもな。本当に行くの？いやだな、きっとろくでもない目に遭うよ。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫、早速冒険だ。ここが小妖精の森？こんなに近いのに村の人は誰も入らないんだよね。そう怯えるなって、船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも僕らだけなんだろうな。これが冒険に挑むってことよ。さあ、いつまでも喋ってないで出発よ。お、出会うわよ。腕試しだ、行くぞ。気をつけて。行くよ。これでどうだ？おりゃ！せい！もう終わりかよ。どうだ？俺たち勝ったよな。
分。記念すべき初勝利ってやつよ。生きてる。よかった。こんなことでへばってたらお話にならないでしょ。ここは森の中にこんな開けた場所があるなんて。クリント王国の遺跡だよ。村にもいっぱいあるだろ。地上の建物は朽ちてるけど土台だけが残ってるんだ。それほど大きくはないね。森の見張り小屋か何かだったのかな。おいおい、迂闊に走るなよ。魔物に襲われても知らないぞ。キャー！あ、ライザー！たく言わんこっちゃない。って、あたしはここだよ。だよな。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだったよね。あ、タオも行くぞ。待ってよ。頼むよ、何も起こらないでよ。